いじめ炎上の小山田圭吾、絵に描いた、因果応報、続報で傷口悪化の可能性。まさに、因果応報、だ。東京五輪の開会式で楽曲制作を担当するミュージシャンの小山田圭吾、52、が27年前のいじめ自慢を蒸し返され、大炎上している。小山田は1994年1月発行のロッキングオンジャパンと95年8月発行のクイックジャパンで同級生を箱に閉じ込めたり、障害のある生徒をからかったりしたことを悪びれもせず告白。それを組織委が把握せずキャスティングしていたことがわかり、批判が殺到している。小山田は17日に謝罪文を発表し、過去の言動に対し、自分自身でも長らく嫌悪感を抱いていたにもかかわらず、これまで自らの言葉で経緯の説明や謝罪をしてこなかったことにつきましても、とても愚かな自己保身であったと思います、などと懺悔。組織委の武藤敏郎事務総長は、本人も反省している。当初、いじめ告白を知らなかったのは事実だが、このタイミングでもあるので引き続き支え、貢献してもらいたい、と理解を求めてはいるが、関係者の話を総合すると、すでに複数のメディアが小山田の周辺や過去を取材。近日中にも追撃弾が炸裂しそうな気配だ。業界関係者の話、問題のインタビュー記事を読む限り掘っていけばまだまだやばい話が出てきそう。ある社はいじめの関連人物を特定しているそうです。新たな話が出てくるのは時間の問題でしょう。小山田は音楽シーンのいわゆるメインストリートを歩んできたわけではない。ファンからは今更過去を蒸し返されてかわいそうといった声とともに、そもそもキャラクター的にゴリオファーは受けないで欲しかったといった指摘も聞かれる。新たな爆弾が投下された場合、組織委はどうするつもりなのか。対応を間違えれば本格的な機能不全に陥りかねない。